どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo イートキャンペーンで注目されているくら寿司のね、 e パークグルメ案件なんですけども、こちらですね、利用方法がね、分かりづらいということで、実際のね、利用方法についてですね、詳しく解説ね、やっていきたいというふうに思います。もしね、こちらね、利用される方はですね、こちらね、予約まではね、簡単なんですけども、私もですね、実際にお店に行って結構迷ったんですよね。結局店員さんに聞いてしまったっていった形になりましたんで、これからですね、利用される方はですね、ぜひ確認してみていただけたらなっていうふうに思います。またですね、こちらに関しては無限くら寿司みたいな感じでね、言われているみたいなんですけども、個人的にはですね、くら寿司のね、公式サイトにも利用方法が書いてあるということもありますし、お店にもですね、こちら利用方法書いてあるわけなので、制度にのっとってね、利用しているというふうになりますので、まあ私的にはですね、問題ないかなというふうに思っております。ですけども、ここまでですね、ヤフーニュースとかにもね、なっておりましたので、まあ、話題になってくるとですね、変更の可能性っていうのはね、十分考えられますので、まあ、その点はね、ご了承いただければなっていうふうに思います。ではね、実際に利用方法のね、解説入っていきたいというふうに思うわけなんですけども、まずね、 e パークのスマートフォンアプリというのがね、ありますので、こちらね、ダウンロードいたしましょう。でですね、会員登録が必要というふうになりますので、会員登録に関してはですね、そこまで難しくないというふうに思いますので、こちらね、省略させていただきたいというふうに思います。でですね、 e パークのね、アプリをね、開いていただきます。でね、これにね、画像を出してね、解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずね、 e パークを開いていただくと、一番上にね、キーワードで探すとかですね、その下に場所ジャンルから探すみたいな感じでね、出ているというふうに思いますので、こちらのキーワードにですね、くら寿司って検索していただきます。でですね、検索するとですね、最寄りのくら寿司がね、出てくるっていった形になりますので、その下の方にですね、受付可能な時間っていうね、項目があると思うんですけども、こちらで、まあ、今日であればですね、今日をクリックしていただいて、明日以降であれば明日以降をね、クリックしていただきます。でですね、今回は明日以降でね、やっていきたいというふうに思うわけなんですけども、次の画面に行くと、テーブル席、ボックス席のね、選択する画面が出てきますので、こちらね、選択していただきます。ここにね、注意事項書いてあると思うんですけども、2名様以上でのね、受付っていった形になります。ということなんで、まあ基本的にはですね、一人でね、利用することはできないっていった形になっているというふうに思います。でですね、ボックス席をね、選んでいただくと、日付指定がね、できるっていった形になりますので、まあ、今回まあちょっと適当にね、入れさせていただきますけども、11月の1日のですね、11時00分から10分のね、間で検索していきたいというふうに思います。で、こちらね、入力すると下の方にですね、人数が出てくるっていった形になりますので、内容確認のね、画面に進むっていうボタンを押します。でですね、ここでまたね、注意事項が出ておりまして、ちょっとね、読み上げちゃいますけども、日付指定の受付は席を確保する予約ではございません。指定の時間に行列の先頭にいるようにする予約方法というふうになります。つきましては、混雑状況によりお時間がね、前後する可能性があることをあらかじめご了承くださいということで、こちらね、了承して、受付内容ね、確認進むっていうボタンを押しますということですんで、まあ、こちらはね、座席を確保するっていうね、予約ではないっていったことをですね、頭に入れておくようにしてください。でですね、次の画面に進むと、時間指定を予約するっていった画面になりますんで、こちらね、クリックしていただきます。でですね、次の画面に行くと、来店していただきまして、必ずチェックインをお願いしますということで、受付番号がですね、発行されたっていった形になります。当日ね、受付番号ね、必要っていう風になりますので、またね、 e パークのね、アプリ開いていただくと、トップ画面にですね、受付予約、予約中の施設ということで、予約したね、番号が出るっていった形になりますので、こんな感じでね、確認することができます。それでは次にね、お店に着いてからなんですけども、ここからはですね、ちょっとね、分かりづらいって言った形になりまして、当日ですね、お店に到着したらですね、こちらのね、機械がありますので、こちらでチェックインを行うっていった形になります。こちらね、チェックインをしないと、このね、 GoTo イートのキャンペーンね、対象になりませんので、こちらね、必ず行うようにしてください。携帯などの受付済みの方、チェックインをね、こちらね、クリックしていただきます。そうするとですね、予約番号をですね、入力するっていった形になりますので、こちらの番号はですね、先ほど e パークのスマートフォンアプリでね、予約した番号をね、入力するっていった形になります。
これでね完了というふうになりますので、番号ね呼ばれるのを待つっていった形になります。ここからですねちょっと混雑状況によってですね早く呼ばれたり等々がねあるかというふうに思うわけなんですけども、番号が呼ばれましたら、まあ、そのままね利用していただいて、まあ、支払いをね行うっていった形になります。でですねここからは1回目利用した方と2回目ね利用した方はちょっとねやり方が変わるっていった形になっておりまして、まずね GoTo Eat キャンペーンのこの e パークグルメに関してはレシートをですね送信しないとポイントがもらえないっていった形になりますので、レシートのね送信方法に関しても解説ねやっていきたいというふうに思います。ではまず初めて利用される方は、まあ、普通にね支払いをしていただいてレシートをですね送信していただく形になるわけなんですけども、必要っていうふうになりますんでレシートね必ず持って帰ってくるようにしてくださいね。でですね、まあ、レシートね忘れてしまうとこちらね申請できなくなってしまうっていった形になりますんで、この点はね注意していただきたいなというふうに思います。でですねレシート送信のね方法に関してなんですけども、 e パークのねアプリを開いていただいて右下のねマイページをクリックしていただきます。 GoTo Eat キャンペーンについてを押していただいて、こちらね予告ページに飛びますんで、真ん中のね GoTo Eat キャンペーンの詳細に行っていただきます。そうするとですね下の方にですねポイントを貯めるっていうのがねあるかと思いますので、こちらのねステップ3のスマートフォンからレシートを添付申請するをですねクリックしていただきます。そうするとですねご自身のですね保有ポイントの画面になりますんで、ポイントを貯めるをねクリックしていただきます。そうするとですねご自身がね利用したお店の名前がね出てくるかと思いますので、こちらでねレシートね写真撮っていただいて申請するっていった形になります。でですね次に2回目以降ね利用される方に関してなんですけども、2回目以降ね利用される方はポイントをね利用するっていった形になると思いますので、食事が終わりましたらですね会計をする前にですねまたねスマートフォンアプリをね操作していただくっていった形になります。まあこのタイミングはですね会計前でねやっておけば OK なんですけども、まあひとまずね食事が終わりましたらまあやっといた方がね楽かなっていうふうに思います。でですねまた e パークのね画面を開いていただきます。そうするとですね右下の方にマイページっていうのがねあるかと思いますので、マイページをねクリックしていただきます。そうすると一番上にね GoTo Eat キャンペーンについてっていうのがねあると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうすると e パークのですね GoTo Eat キャンペーンのねページがね出てくるっていうふうに思いますので、真ん中の方にですね e パークキャンペーンの詳細についてはこちらっていうのがねあるかと思いますので、こちらねクリックしていただきます。そうするとですね e パークの GoToEat キャンペーンのねキャンペーンページに飛びますので、こちらね下の方に行っていただくとポイントを貯める、ポイントを使うっていうのはねあるというふうに思いますので、ポイントを使うをねクリックしていただきます。そうするとですねちょっと下の方にね行くとポイントを使うっていう画面がありますので、こちらねポイントを使うをね押していただきます。そうするとですね今現在のご自分のねポイント数が表示されるっていった形になりますので、こちらでねポイントを使うをねクリックしていただきます。次のページで利用したいポイントをね入力していただいて、QR コード生成をですねクリックしていただいて、こちらをですねレジで読み込んでもらって割引を受けるっていった形になります。でですねこちらに関してはお釣りが出ないっていった形になりますので、まあ端数がいいところでねポイントを使っていただいて、まあ端数に関しては支払いをね普通にしていただくっていった形になります。こちらでですね全体の流れはね完了っていった形になるわけなんですけども、 e パークのねこの GoTo Eat キャンペーンに関しては、まあ私自身はですねまだくら寿司でしか利用したことがないので、他の店舗に関してはですねちょっとわからないわけなんですけども、このくら寿司に関してはですね前のね動画でも言いましたけども、ポイント付与がねとてつもなく早いんですよね。私ね2回目利用させていただいたわけなんですけども、前回はですね1日ぐらいねポイント付与までかかったわけなんですけども、今回はなんとですね 2,3 時間で付与されたんですよね。かなりね驚きだったんですけども、かなりねポイント付与されるのがね早いっていうことで、本当にねお得にね利用できるかなというふうに思いますので、ぜひね利用してみていただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はですね e パークグルメのくら寿司のね実際の利用方法についてね解説させていただきましたけども、まあお得にね利用できるのはね
間違いありませんので、かなりねおすすめっていった形になっております。まあ、これだけねお得っていう風になっておりますんで、ちょっとね前の動画でも言いましたけども、この GoTo Eat キャンペーンね、まあ、いつまで続くかね正直全然分かりませんので、利用されたいって方はですね早めにね利用してみていただけたらなっていう風に思います。でですね、今現在ですね楽天ポイント保有されている方で、まあ、ある程度ねポイント余裕ある方はですね、このくら寿司っていうのはですね、もともとポイントがね利用できるっていった形になるわけなんですけども、今ね楽天カードを提示して楽天ペイで支払いするとですね、ポイント10倍キャンペーンっていうのがですね今現在行われておりますので、こちらねエントリー必須のねキャンペーンっていう風になるわけなんですけども、エントリー自体ですねこちらの動画の概要欄にね入れておきますので、このくら寿司に関してもですね、まあ、ぴったりね利用される方って、まあ、ほとんどいらっしゃらないというふうに思いますので、ある程度ね支払いあるかと思うんですけども、まあ、こちらに関してもですね楽天カードを提示して楽天ペイでね支払いすることによってポイント10倍ね還元受けることができますので、こちらのキャンペーンもですね、もしねくら寿司利用されるのであればですね、ぜひね狙ってみていただきたいなというふうに思います。今回の動画はですねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。